い、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。最近動画内でもね、あの動画外でもね、リスナーさんと当たることがね非常に多くなってきてます。まあ、リスナーさんとよく当たるっていうことはですね、まあ僕の動画をですね見てくれてる人も少しずつですけど増えてきてくれてるっていう認識でいいのかなって思うんですけれども、まあそこは調子に乗んなよって感じなんですけどね。いやでもね、いつも見てくれてる皆さんどうもありがとうございます。よし待って、ルイージはまずい。これでゴールパターン、もしかして。待って、せめて待って、せめてゴールさせていけるか。よし、ルイージちょっとみんな聞いて、今ゴールできなかったルイージがいてさ、ルイージってめっちゃね、家の中でね叫んだんですよ。その瞬間さ、ピンポーンって鳴ったんだよね。あの家のベルっていうのかな、まあ、チャイムが鳴ったんですよ。何々さん、お届け物ですっつって、うわ出るの恥ずかしいみたいなめっちゃ恥ずかしいんだよあの時。いやちょっと悩んだもんね。うわどうしよう、出よっかなみたいな。いやどうせまたいつかそのね物を宅配してもらわなくちゃいけないから、どうせね顔見られるんだけど、めっちゃ恥ずかしいんだよ。いやマジで恥ずかしいの。ちょ待って、なるほど、そういう避けていくパターンね。待ってルイージ攻めて抜かして、これ前有利なパターンじゃん。うわー危ねえ、ナイスルイージ。あーアイテム取っていこうかね、ルイージアイテム取っていこう。ありがとうルイージ、ルイージごめん、ルイージごめん、もういらないの。せめて後ろから僕が倒してあげるね、せめて後ろから僕が倒してあげるから。よしよしよしで、このまま後ろから倒してあげるね。これで行きやすいんでしょ。ほらほらルイージ、これいいよね、これいい連携だよね。まあまあバトルでね何やってんのって話ですけどね。よしオッケー、ファイヤーボールの方がね足より速いんですよ。よしでジャンプ、もう一回。でもね、キノピオもう行ったっぽいんだよな。キノピオね、しかもアイテム取ってるからね、もうやられないでしょ多分ね。次でまあまだあるとしても中間ポイントがあるんじゃないかな。なるほど、そこでイギー、マリオ大好き ABZ、 マリオ大好きちゃん、いいね。今僕マリオだからね、多分僕のことが好きでしょう、あのキノピオいや投げないでって、投げないでって、マリオ大好きなんでしょ、投げないでって。うわーこれは、またマリオ大好きいるね。よかったねマリオで、念願のマリオになれた感じが。いやちょっと待って、もうこういうのやめてって。いやそれでも僕行きますね、ちょ行きます行きます行きます。いやマリオよろしくよろしく、よしオッケー、これもう右にゴールあパターンじゃない。いやない、うわマリオ、ジャンプしろって。そこはなんでジャンプしなかったの。マリオ一緒に行こう、多分この子いい子だと思うんですよね。この子多分いい子だと思う。ちょっと待って、よしいい子でしょ、いい子、オッケーオッケーオッケー、いい子だね、いいねいいね、多分この子いい子だから。これコースターネクね。あ、来た。じゃ待って、花ちゃんいらないって、花ちゃんはいらないって。もういや怖かったな今の花ちゃん、もう怒ってるし。キノピオ一緒に行こうね、ね一緒に行こう。こういうのがいいんだよねキノピオ。よしそれじゃあ一緒に行こう。ちょうわキノーキノピオまたかよ待ってルイージはまずいって、ルイージは大体外役。いやこれ僕ね一人で行けたら行ける自信あるんですよね。やった一人、あ来たんじゃないこれ。いやこれは自信あるよ、一人だったら大体自信あるよ僕。よしオッケー、ここでね S プラスの凄さっていうのを見せつけましょうか。じゃあちょっとよしオッケー、いやこれいけたらすごくない。でこのままジャンプあのキノピオさめっちゃ強い人じゃん。あなんかフルだったっけ、ハルだったっけ、確か元のね名前そんな感じだと思うんですよ。最近の僕の動画でねあの人出てきたんですよ。まあ、だからねあのキノピオだったっけ、気をつけていきましょう、多分相当強いと思うんですよ。そしてここうわえあのキノピオ見た、壁キックしたよ、めっちゃ上手くね最初のスタートダッシュすげくね。よしオッケー、でこのままよしオッケー、1番、いや1番っぽくね。でこれジャンプ、よしオッケー動くっけ、いいねいいねいいね。うわやっぱキノピオめっちゃうまいもんな。これはどうすればいい、いやヒップドロップか、オッケーオッケーオッケー、よくキノピオ分かったね。じゃあよしオッケー、よし抜いたやった、いやごめんよみんな、これ僕ゴールさせてもらいますね。そして今日はですねたまにあるコメントを返していきたいと思います。
ピオキングさん、マインクラフトやってくださいっていうコメントがですね、めちゃくちゃ多いんですよね。いや、ここでお答えしなきゃいけないなと思います。あの、今はですね、スーパーマリオメーカー2以外やろうとはまだ考えておりません。特にマインクラフトみたいなね、あの 3D が激しいっていうのかな、まあ、画面がぐるぐる回るゲームっていうのはですね、僕できないんですよ。これね、ずっと前から言ってるんですけれども、あの 3D 酔いがね、めちゃくちゃ激しくて、ちょっと汚いこと言うね、吐き気がしてくるんですよね。ライブでもですね、一回やったことあるんですけど、もう体調が悪くなって、もうライブを中断せざるを得ない状況までなってしまったんですよ。だから僕はね、 3D しない方がいいなって思って、いや、ほんとね、皆さんにご迷惑をね、おかけしてばっかりなんですよね。さあ、その話は置いといてですね、ここをマジで集中していきたいと思うんですが、あ、え、あ、お、同じ髪型の子がいるね。しかも色も一緒じゃない？スライムちゃん、仲間同士だね。キノピコ、キノピコ、いや、あんな優しい顔して結構強欲だな。いや、待って、捨てるでしょ絶対。お、え、お、顔の通り優しくね。全然優しくね。まあいいや。やった、熱、これ激熱じゃない？みんなこれ取ってってないね。これめっちゃ熱いよ。見て見て、ほら、だいたいね、あの、このスーパードングリってもう最高速度でいけるからね。しかも空飛んでめっちゃ熱いんだよな。いや、ちょっと待ってね。やっぱり当たるね。やっぱり当たると思ってました、僕。ここら辺どんぐり取っていきたいんですけれども、オッケーオッケー。ルイージか、ルイージが取ってってないけど、まあ多分大丈夫でしょ。ここはそんなにね、難しくないから、やられないとは思うんですよね。そんなに落ちるコースでもないし。あ、でも一人ギブしました。クロークマさんかな。あっつ、いや、これめっちゃあっつ。やったいえ、これ勝ったでしょ。これ多分勝ったね。ほらほら、多分ここゴール。はい。そしてまたコメント返しっていうわけじゃないんですけれども、本当にちょくちょく来るメッセージがありまして、どうやったら S プラスになれますかって来るんですよ。その S プラスのなり方っていうのは具体的な方法っていうのはなくて、まあそれがあればですね、みんななってるっていう話なんですよ。ちょっと厳しいこと言うかもしれないんですけど、まあ、マリオっていうのはマジでやればやるだけ強くなるゲームだと僕思ってるんですよね。だから S プラスになりたい、もしくは S プラスから S になっちゃいましたとかさ、あの、A から B になっちゃいましたとかさ、結構いると思うんですよ。だからそういう方はですね、もうどんどんやり続けてください。僕もですね、負けることによって知ることっていうのはたくさんあります。そのね、負けることによって知った技術っていうのから、その情報をですね、ぜひ次に生かしてどんどんまた強くなればいい。ただそんだけの話なんですよ。それがね、めっちゃ難しいんですけどね。まあみんなでバトルで勝つには結構重要になってくるんじゃないかな。これ僕知ってますよ、このコース。多分ここでもうゴールがあるパターンじゃないかな。これは知っておいてラッキーだったね。で、このまま滑っていけば確かゴールが。コイン100枚忘れてました僕コイン100枚取らないけんの忘れてた。なるほど、コインか。多分ね、ここのドアに入らなくちゃ、土管か、土管に入らないけんっぽいよね。そこで条件達成か。この条件はぜひ奪いたい、奪いたい。よし、オッケー、来た。これはマジで渡さない。よし、じゃあ、いや、く、いや、ちょっと待って、く、取る取る。よし、はっ、いや、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。